して金塊を奪ったのっぺらぼうが私の父だったらどうしよう。ここまで来たらもう会うしかない。最後まで俺がついてるから。私の娘、お前はアイヌの未来。アシリパちゃん、今すぐに言いなさい。これで金塊の謎を解く鍵はあなたの中だけにしか存在しなくなってしまった。みんながあなたをめぐって殺し合いになる。杉本、本当にアシリパさんはカラフトに来てるんだろうか。欲しいのは金塊ではない、その向こうにあるものだ。前もってロシア側が飛びつく情報を流しておいた。やっぱり来てた。アシリパさんはこのカラフトに来てたんだ。